この男、プロトーナメンター、まあ、勝つためには釣らないといけないし、この男、ジャッカル会長、釣りが好きでそれが仕事になっちゃっただけなんですよね。その実態はこだわりはありますね。で、何にこだわるかっていうと、要は釣れることにこだわってるんですよ、結局は。日本のバスフィッシングシーンをリードするこだわりのカリスマ、加藤誠二。バスフィッシングだけで言うと、もう魚がもう毎年こう学習していくとか変わっていくっていうか、新たな発見があるっていうのが一番面白いですね、バスフィッシングの中で。僕は進化の仕方っていうのかな、覚えるっていうのかな、それが一番やっぱり釣れなくなるんで、釣れなくなると釣る方法を考えるじゃないですか。変わっていくのにこう自分がついていかないと釣れるようにならないから、それを釣れるようにするためにやっぱなんかいろんなことを考えるんで、それが一番こうバスフィッシングを僕はずっと続けてる理由が一番面白いですね、僕の中では。バスフィッシングにこだわり続ける加藤誠二の世界を垣間見る。やってきたのは四国のとあるリザーバー。3月中旬だというのに霜が降りるほど冷え込んでいた。自分の釣りスタイルをパターン決め打ちタイプだと分析する加藤が考える今回のプランとは。とりあえず春で魚がこう上流に上ってくタイミングなんで、メインは上流エリアの中で、シャッドの釣りと、スモールクランクの釣りと、あとは、ライトリグになっちゃいますよね。ライトリグで、ドロップショット、猫インチワッキーみたいな感じ。魚がだからどのポジションにいるかを見つけるのが一番大切なんで、今のこの段階だとプリスポーンの魚を追っかけるって感じになると思うんで、どっちへ行ってるかちょうど微妙なところなんで、その微妙なところのどれを選ぶ、そんな感じですよね。最良の結果はプリスポーンのコンディションが良いビッグバス。例年ならこれで決まりのはずだが、長引く冷え込みの影響がバスの動きを遅らせている。難しい釣りになることは分かっているが、それを楽しむ経験とこだわりを加藤誠二は持っている。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。その瞬間、その瞬間、いかにステラであり続けるか。すべての一瞬が至福になる。ステラ is here。 水面に漂うもやが気温の低さを物語る。4度という春とは思えない寒さの中、ボートを下ろしたスロープ付近、このリザーバーの中流域から釣りをスタートさせる。まずはハードベイトスピンとソールシャッドの組み合わせで、シャッドプラグで
テンポよく流していく。こうですね。6.6度ですね。8度ぐらい欲しいですね。6度だと魚の動きはスローですよね。しばらく流すが反応はない。スモールクランクに変えて反応を見る。一通り、まあどんな感じになってるか上流部分がチェックする意味で、まあ、上に上がってますけど、多分船を出したあたりでしょうね。魚が溜まってるとしたら。上るに従って水温はどんどん低下。さらにバスはもちろんベイトの反応すら全く感じられない。非常に餌がいないんですよね。意外と朝もっとなんていうのかな、霞がかかるようにこう小魚がピシャピシャするんですよ、水面を。魚がいるときはそれは全然ないんで、水位が低い関係でいないのかな。生命反応をほとんど感じられないまま最上流部まで釣り上がってきた。中流域で7度近くあった水温もここでは6度を切っている。上流域は加藤の探すプリスポーンのバスを狙える状況とはマッチしていない。まあ、いっぺんここまで上がっちゃえば来る必要がないのがはっきりしたんで終わりって感じですね。ある程度の水深があるとこまでは一通りの魚がいっぺん来て、でそこから先は水位がこう上がり始めるにつれてどこまで上がるのっていうのが決まるんですけど、今ここずっと上がってくるとちょうどスタートしたあたりは5メートルの水深があったんですよ。で今ここはもう、まあ、1メートル切るような水深で、ちょうどスタートしてカーブ曲がったあたりから急に浅くなるんですよね。で急に浅くなって全体にこう散ってここへ上がってくるはずの魚が、まあ、今この時点では全く見えないし、小魚もほとんどいないとなると、もうそのトンと落ちる下に溜まってるか、まあ、そのもっと下にいるか以外にないんで、まあ、溜まってるとしたらこの最上流部のフラットになってるところから最初に落ちる、最初に5メートルぐらいの深さになるあのエリアにいないとおかしい。上流域のシャローエリアはプランから削除し、シャローから落ち込むブレイクラインに戻る。この辺から急に水温も上がって水深も出てくるんですよね。ちょうど雰囲気のある消波ブロックの沈むエリア。さあ、ここは魚いますね。明らかにベイトが。水温、ベイトとも条件はいいのだが、しばらく流してもバスからの反応はない。水温、ベイト、レンジ、好条件が揃っていてもバスは食ってこない。エリアが違うのか釣り方が違うのか悩む。いや全然ですね。もうね、本当でもまるっきり外してんな。釣り方変えます。ここまで
早いテンポで横の釣りを展開してきたが、ライトリグに変え、スローな釣りで流していく。ライトリグでしばらく流したが、バイトはおろか何も反応がない。どうしようもない。最下流へ行きます。上下の動きなんですよ。だからそのエリアになると深いとこから浅いとこへふーっと上がってきて、岬の周りをこう餌探しなりなんなりして、まあ、サスペンドしたりしてるやつに上からルアーが落ちてくると、それをこう岸へ向かって追っかけて食うみたいな釣りなんで、ダメだと根性を決めてこっちでスローな釣りするしかないなって感じですね。有力と思われていた中流域にも見切りをつけ、下流域へと移動を決めた。もっといい条件でテンポよくコンディションの良いバスをキャッチできるエリアを探す。流域の水温は日も高くなってきたこともあり10度を超えていた。ショアラインを流しながら下っていく。すると、こんなとこにいた。これでやってるわけじゃないですからね。まあ水温上がってこういうフラット系のあったかいところにいたってだけですよね。ちっちゃいのは単純にそれで食ったってだけですね。なんかパターンで釣ってる感じじゃないですね。目指すコンディションには程遠い。さらに下っていく。全然違うな、これ。水温12度もあります。ここ捕食のためにバスが深場から浅場に上がってくるであろう岬周りを中心にラバージグで流していく。サイズこそそうでもないが、コンディションは目指していた春の魚だ。これが続けば一つのパターンとして確立できる。長い。やっとまともな形になってきた。よかった。
ちょっとほっとした。やっとたどり着いた納得ライン、43センチのプリスポーンバス。苦しんだがゆえの嬉しい一本だ。もうあれはもう完全にピューっていってバクって食ってますよね。近所に落ちてないですよ、あれは。ルアーが遠くに落ちてたのを、落ちてきたのを横からこういった感じですよね。でかっ。一瞬バキン見たからでかいかな。そうでもないです。よいしょ。同じぐらいだね。ね、同じようになるんですよ。振り方も一緒でしたね。パターン成立を確かなものにした45センチ、グッドコンディションのバス。まあ、要はザリガニ系ってかエビ系が泳いでくるのを見つけたら猛突進してくるみたいな、そんな感じじゃないですかね。さらなるパターンの成熟を求め、加藤誠二の釣りは続く。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げ、ねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。Pro. This is a fishing line. Shimano. 感性を刺激する。全身にみなぎるリアリズム。エクセンス、リアルシーバスのすべてを。シマノ。ラットクラインのパターンをさらに進化させようと釣りを変える。ライトラインのワッキリグをセット。繊細でスローな釣りを試す。やばいか、でかい魚が来た。3ポンドですか。3でどこまでいけるかを試すっていうのもあれですよね。
もチリだ。おお、走るといい。チリでした。今度はスモールクランクに変え、横の動きへの反応も見る。マルチロールで投げてると全然スピニングで投げてるのと変わんないですよね。すごいですよ。ベイトフィネスのこのベイトフィネスシステムでやるライトプラグ。お、そのマルチロールで食ったよ。いやいや、巻いて簡単に釣れましたね。それでやっぱバラさないからいいっすよね。あ、やばいから。わあ、でも春の魚だ。下流エリアでは横の釣りのパターンも成立する状況かもしれないとスモールクランクをキャストし続ける。突然、加藤の手が止まった。エレキのスピードを緩め、ボートを迂回させる。ゴジアップいましたよ。いました、うん、目視確認。さあ、どうしようかな。3だとやられっかな。加藤誠二のスタイルとして世に知られるサイトフィッシング。見える魚を高確率でキャッチするノウハウとテクニックはサイトマジックと呼ばれる。加藤自身も見える魚に対してのこだわりは人一倍強い。チャンスを手にしたかと思われたが、残念ながら見失ってしまった。失敗しちゃったかも。通り過ぎ方がちょっと甘かったですね、きっと。あー、さっきのとこで釣らなあかんかったかもしれんですね。千載一遇のチャンスでしたね、あれ。しかし、50アップのいる、しかも目視できるエリアにたどり着いたことには違いない。さらに流していくと、バスいた。今度はバスにプレッシャーをかけていない、早い段階で見つけられた。かいよ。ほら、おお、3だからね、ライン。おお、
やばい。心臓バクバクだった。もうこのエンジンに行ったときどうしようかと思いました。もうこれならいいでしょう。加藤誠二真骨頂ですよ今の。今回の釣りを締めくくった53センチ渾身のプリスポーンバスタ。まあサイトはだから答えが分かりやすいからやってるだけなんですよ。極めれるから。目で見て魚がイエスと言えば口を使うし、ノーと言えば口を使わないし、これこう白黒はっきりしてるじゃないですか。でも見えてる魚以外はほとんど想像じゃないですか。分かんないわけだから、それが面白いってのもあるし、想像だから答えが分かんないからもっと別の答えがあるかもしれないって思う自分もこういて、こう答え出さないと気が済まないんで、その辺はちょっと変わってんのかもしれない。そこにバスがいる限り加藤誠二はこだわり続ける。理想のロッドアクションにねじれは大敵でした。新構造ロッドテクノロジースパイラル X、 カーボンテープを X 状に巻き上げねじれを追放しました。芯から強くなれ、シマノ。その瞬間その瞬間、いかにステラであり続けるか。すべての一瞬が至福になる。ステラ is here。マルチオールで投げてると全然スピニングで投げてるのと変わんないですよね。すごいですよ。ベイトフィネスのこのベイトフィネスシステムでやるライトプラグ。おっ、そのままマルチオールで食ったよ。
すやん。いやー、巻いて簡単に釣れましたね。これでやっぱバラさないからいいっすよね。サンゴやばいから。うわ、でも春の魚だ。でかっ。そうでもないか。一瞬脇向いたからでかいかな。そうでもないです。よいしょ。うお、同じぐらい。Oh, yeah.